スーパーマリオメーカー、今回もセピアさんが作ったコースやっていきたいと思います。クリア率 0.36。 飛行機には乗れません。回避の練習か。はい、スター。待て、横スクロールは聞いて、俺初めてやったんだが横スクロール。うわ、なんかファイヤーパー、でもこれなんか上安定でしょ。え、何ドゥドゥドゥーン、死亡確定。これ死亡確定じゃねえかこれ笑うことしかできないけど、上で死んだの俺ともう一方だけじゃん。下行かなきゃいけないな。はいはい、下行きまーす。これどうする、どうしよっかね。スター取ってみたいね。スター取ったらワンチャンあるかもしれない。あ、無理でーす。あ、落ちまーす。全力で穴に。勢いで行く。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。あ、行けそうで行けねえな。これちょっと勢いで行ってみます。これ乗ってても大丈夫やつ。あ、乗ってても大丈夫やつですね。了解。これ、あれですね。タイミングパンパンパン、パンパンパンで最初出るね。了解。ハーク。これ取れねえな。ミニジャン。あ、しまった。大砲の隣の、あ、無理か。大砲の隣のとこが当たるか当たらないかをちょっと確認したいんだけど。あ、上のこれがやらしいな。いいぐらい、いい角度で来るね。いい角度で来る。いやらしいくらいいい角度で来る。あ、スター取れそうだな、頑張れば。1,2,3、ミニジャン、超ジャン、オッケー？これどうなる？次。1,2,3。1,2,3,4,1,2、あ、スパナ野郎がいんのか。うわぁ、そうないとダメだ。あ、減速オッツ。もう、減速オッツ。1,2,3。ミニジャン、オッケー？え、1,2,3って来て。1,2,3。ここビャーンって飛ぶ。倒せないけど行く、オッケー。ん？なんだこれ。あー、これホーミングやつだ。ホーミングやつ、ずっとそこに行っても、四つ目にやられるのか。いけるっしょ？オッケー。ミニジャン。ん？なんか、まひった。で、割と先行気味やつ。先行気味やつ。うわ、ブロスパイ戦か。え、ブロスパイ戦はきつい。なんか来そう。あ、大丈夫だった。誰だよ、アーブとか言ってる。フランキーか。これ、マジ絶妙やつだ、ほんとに。ヒュー。オッケー。さあ、これも勢いでいくやつ。勢いやつ。スパナがエグい。で、地味にブロスパイセンを、おちょくってからの、アウ！これ倒す。下か上か下。ドゥ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 ーン。無理だろ。キリまで待つ、無理でーす。勢いやつ、オッケー。1,2,3、1,2,3、1,2,3,4,5。ここは5なんだな。1,2,3、オッケー。踏むやつ、オッケー。ワンツースリー、これ勢いげ。割とここで待って、あの赤を1個しか出させない。で、ブロスパイセンを全力で、危ねえ、全力でおちょくって、ここの青を出して、フランキー出して、で、次上だな。上やつ！あ、一気に行く、危ねえ。うわ、これスパナエグ、あ、やばい。うわぁ、先行しきれなかった。ワンツース、先行気味。何をやってんですか、キノコ兄さん。4ガリア。1,2,3ガリア。よーくブロスのハンマー見切って、オッケー、行こう。出てこない。なんすか、ほんとに。大気。オッケー？ちょっと早めに行った方がいいな。死ぬな。そこで死んだの俺だけじゃねえか。あ、やばい。
ちょっと耐える。OK。いい神神神神が降りているけれども、クリアできる気配がない。これクリア率 0.53 嘘だな。よく200人くらいの人クリアしてるわ。そっちの方がすげえわ。3畳送るよね。3畳送る、普通に。これクリアした人は3畳送るわ。あ、そっか、おちょくってないで、あれすればいいんだ。あの、左入ればいいんだ。ぴょんっす。あ、いけない。いけたけど、ここ。よっしゃ。ここ冷静、ここ冷静、ここ冷静、冷静面、冷静面、冷静面。ワン、ツー、スリー来てる。ミニジャンク、あぶね。ミニジャン、ミニジャン、ミニジャン、神、神、神がいる、神がいる、ミニジャン、ミニジャン、ミニジャン、神、神、神、なんかいる、絶対なんかいる、絶対なんかいる、絶対なんかいる。よーし、いやークリアー、やったー。でも俺クリア率多分 0.00 台は入ってると思うんだよね。いや、そんな死んでねえか。そんな死んでないか。何回でクリアしたろうね。でも、ノーカットで、あー、ノーカット14分20か。いやー、ハードだったな。あの、この上の、タップしてもわかんないね。半分割って、60% から 70% くらいのエリアの、トゲ兵3つのあそこだよね。上から見事に大砲の弾が来るから、あれが、えぐいな。あそこがえぐかったね。いやー、でもなんかクリアできたわ。よかったよかった。ノーカットで出してもいいんじゃねえかくらいの時間で終われたんで。よかったです。はい。ではですね、ID をこの動画の概要欄説明欄に貼り付けておきますので、ぜひ、ID を、ID 検索の上に役立ててください。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。